はいということでやっていきたいと思います。どう天主です。よろしくお願いします。それでは試合の方やっていきましょう。はいオーダーはこんな感じとなっております。先発は2平です。はい今季に当番目ということで久々の先発マウンドを託されました。ねちょっと防御率が5.68っていうところでなかなかねちょっと調子が上がらない中なんですけれども本当にねみんなに忘れ去られた存在となっていましたがまあ、その記憶のね。 奥底にある記憶から二兵の存在を。再びね。蘇らせることができるのかって。ところで、とりあえず初回は3者までに収めました。いいですね。まあね、あの悪い意味ではなく、いい意味でね。印象に残ってほしいなっていう思いがあります。 大木原がセントヒット素晴らしいですねまあ調子悪いですがしっかりヒット打ちました先発は室塚ということで非常に強いピッチャーですね、まあ、7勝4敗とはいえまあ防御率2.27で7勝4敗はなんか逆にかわいそうな感じはあるんですけれどもおいいぞあらな帰るか帰る帰るこれアウトになる、ね、おおアウトセーフナイス下山田のタイムリーでまず一点を先制。いいですね室塚相手2で、ね、先生できるの大きいです さあ並木はレフトフライまあうまく流し打ちな流し打ちなのか振り遅れたのか分かりませんがまあレフトフライでアウトさあまあ柔道もねなんかなんかしれっとも柔道が首位打者に立ってるんですよあの4月5月打率1割台だった柔道がまあ何のバグなのかわかんないですけど非常に柔道がいい調子を保っておりますそして連打でさらに加点ということでいいですね まあ室塚も、ね、調子見てもらえば分かる通りあんまりあれなんですけども、岩切が久々の1軍昇格ですね。本当にあの開幕戦は一応スタメンで出てたんですけど、あんまり調子が上がらずに2軍に落として、それ以来ずっと上げてなかったので、今日が久々の1軍ですね。2、まあ、兵と岩切。あねあのーまあ、過去の動画とか見返してもらえれば分かるんですけど、割とね、2兵が出てたり、まあ、岩切が活躍してたりといったね、動画も多かったんで、 はい、なのでね、まあ、この2人が再び1軍に戻ってこれてこちらとしては嬉しいんですが、はいまあね、その人と言っている間に連続ツーベースで早速1点を返されてしまいましたが、まあ仕方がないあの切り替えてしっかりとねあの、まあ、とりあえず、まあ、勝っていればいいんでこの6、7、8をしっかりと抑えていけるかどうか。相川も まあ、調子があんまり良くないので、多分大丈夫。3試合連続無安打中でしょここフォアボール出すのは良くないね。そして、浜田、あの、一番打率が高いっていうね。<laughs> 9番バッターで、9番 DH っていう時点でおかしいけど、9番 DH が一番打率高いっていうのが、さらにおかしい。サフェルなんです対左プラス1で、しかも調子がいいという、非常に最悪な条件なんですけど。抑えた。わあ。ということは、なんか、わざと、わざとピンチ作ってる。<laughs> わざと注目させるために、まあ、そんなに、ね、いらないんであのしっかりと抑えてほしいんですけどね、ロッツカも調子が悪いとはいえ、まあ、普通にいいピッチャーなので、そこが非常にやっ、まあ、キレと、ね、勝負が D プラスということで、極端な能力値してるんですけどね、まあ、それでも防御率2点台前半というところで非常に安定した突起を見せております。はい原ねあの1打ち目ヒヒッットトました、まあ、こののヒットが、ね、あの2点に つながったっていうところなんで、本当に大事ですね。あの、一番バッターらしい,い,い役割を果たしてくれていると思います。そ3回の表、バッターは2番から始まる打順ですね。ま綱、あ、本。まあ、LE はね、うん、なんか全体的に調子悪いんですけど、そんな LE に2点を取られてる、二平大丈夫かなんと、綱本のホームラン。まあまあまあ、パワー A あるんで、まあ、それはね、ホームラン出るっちゃ出るんですけど、何やかんやて、綱本もね、もう2桁本塁打は行ってますとまあ,あ、うちの <laughs>。 うちの出したと比べたらあれですけど劣りますけどそれでもまあ2桁本塁打まだオールスターオールスターも来週かな来週あたりにやるんですけどオールスターのねオールスター前でまあ2桁本塁打いってればまあまあまあなかなか2位方だと思うんですけどねはいちょっとあのうちがねホームラン出しすぎてちょっと感覚がバグってる部分があるかもしれないですがまあ至って成長ですさあえ金井がヒットいいですね しっかりとね、金井は、あの、チャンスをね、あの、バントとかで、さらに拡大させるってこともできるし、まあ、自分の自らのバットルでチャンスを広げるってこともできるので、いいですね。島山田は、まあ、まあまあまあ、ランナーが入れ替わっただけと。まあ、ただ、島山田の方が足が遅いので、まあ、実質は損してるということになりますね。さあ、並木、ああこれゲッツっぽいね。あ、セーフ、おー、そう、わかんない。<laughs> イメージ、ゲッツーになるのかならないのかのタイミングがね、難しいんですけど。 おーおお見逃せばフォアボルだったぞ <laughs> まあまあまあいやーちょっとね本当にすぐ追いつかれるからやっぱ2兵あんま良くないねうんまあ調子もね別に格段にいいっていうわけではないんですけどまあただなんか立花なんとかこういうなんか強バッターはねしっかりと抑えられてるっていう謎ですねうん砂本にホームランかって感じなんですけどねあ取る OK いいですねしっかりとライン際は 本当にライン際の打球しちゃりと取れてるのかどうかみたいなところねなかなか謎なんですけどね。おいいね、この回最初バッター寄せました、素晴らしい。はい5、えー、回は4回の裏ですねあの、ホームゲームなんで、高校か。うん、さあ、バッターは玉木。さあ、今日はヒットを打っておりますが、ファーストゴロと。はいバッターは岩切。さあ、岩切ね、ちょっと復帰して、早速なんでヒット打ってほしいところなんですが、セカンドゴロと。 ストレートしか投げてないんですよね、140キロにも満たないストレートまあでもその分ね、キレがあるということなんでしょう、いや、キレ D プラスだけどね、な,なんとも打てないんだろうね、<laughs> ストレート135キロだぞって、逆に遅すぎて打てない説はある、うん、ムロツカはねその、まあ、キレ D プラスで重さ、S、エー0 0球 A みたいな感じでね、まあ、打たせて取るタイプのピッチャーではあるので、まあ、まんまと、10にはまっているっていう説はあります。 さあなんとかね、二平は5回はなんきっとほらもらいたいんですけど、フェルナンデスね、フォアボール。まあまあまあ、でも、まあいいんですけど、こういうね、のその直後にホームラン当打たれた綱本に回ってくるっていうところがちょっと嫌ですね。しかし、ここは綱本をしっかりと打ちましたと。はいはい。ま二兵、いいんだか悪いんだかわかんないけど、まあ、普段のピッチングよりかはいいのかもしれないな。って言って褒めるとフォアボールが出ると。よくないですね。じゃあまた芝野、ちょっと今日はツーベースを打っていますね。 はい、直近3試合の得点源打率10割おお抑えたなんかね絶対打たれるだろうっていう場面でしっかりと抑える二平ですねまあある意味で期待を裏切る期待中が予想を裏切る結果となりましたまあ抑えられればいいんですけど藤掛けはまあ今調子がねどん底の落ちてるっていうのもあるのでなかなかまあまあ藤掛けは、まあ、まあ打てなくても別にそれぐらいはね打てればいいんですけど 大体、荻原藤垣業は、大体多分みんな調子上向きなのかな多分上向きだった気がするので、まあ、なんとかね、他の人でカバーしてもらってね、一、まあ、人はみんなのためにみたいな、みんな一人のためにみたいなね、そういうこともあるのでね、まあ、お互いに助け合って、やっていくことが大事だと思いますよと。さあ、まあ、2平は6回も投げさせますよと。まあ6回にしてんならね、全然上々だと思うんですよ。うん。 だって2兵だよ。<laughs> だって2兵だよって。ね、2兵がないと6回2失点だったらもう、球場内から拍手が起こるレベルだと個人的には思ってるんでね。あ、すごい。2兵やるやん。なんか、弾数的には全然7回も行けそうですね。まあ、7回も行っちゃうか。ここはね、あの、HQS を狙っていこう。うん。そう、しっかりとね、まあ2兵をね、まあ、自称エースを名乗るぐらいだから、しっかりと。 まあ室塚との投手戦はしっかりと、ね、制してもらって、まあ、室塚よりも早くマウンドを降りないぞという気概でやってもらいたいですね。室塚も室塚でね、球数70球で抑えられてるってことで、おいや、取るんか、取っちゃうか、すき焼きの手前で失速しましたね。うんだね、あれね、入ってくれたらよかったんですけどね、まあ、そううまくいかないと。さあ、相川はセカンドオロー、いいですね。 まあ,まあ3試合連続無安打中ということで、まあそんな、そう簡単にね、打たれるわけにはいかないと。で、浜田志恩。いや、浜田志恩がね、この方が一番打率が高いっていう、不思議ですよ。なんでキューバに置いてるんだっていうところではあるんですが、まあキューバにきっと適性があるということなのでしょう。とれお二兵7回。HQS、素晴らしい。いいじゃん。二兵やるやん。ちょっと見直したかもしれない。で <laughs>、ね、僕の知ってる二兵ではないと少なくとも。 うん、まあまあね、何回やね、200も、長かったもんな。通算2200打席達成。まだ、あ、ヒットを打たなきゃ意味ない。ただ打席に立ってるだけじゃ意味ないぞ。まあまあ、でも2200打席を立ってるってことは、それなりにね、あの、今まで活躍してきたからこそっていうところはあります。た室塚はちょっと後半非常に調子を上げてきました。えー、綱本は、何が強いの対左がまだまだ、対左がまだまだ、左ピッチャーが当てる 言っちゃったら石ひとみ行こうかさあ8回えーっというところでまあ左まあ左の方がまだ戦えるということで抗えるということで石井仁美あぶだぶんかすごいめっちゃねえ執だったけどまあ打たれなかったからよかったうんはいはいはいいいぞ石井仁みさあさあさあただねちょっといざはできません OK いいね石井しっかりと3人で抑えました素晴らしい さあ、8回の裏ですね、ちょっと1点欲しいね。フォアボールでもいいよ。だもしろフォアボール、ありがたいが、セカンドゴロ。まあ、そう簡単にフォアボールは出ないと。まあ、室塚も室塚でやっぱ強いですね。バッターは荻原。うーん、三振。1個目。<laughs> 今日1個目の三振、マジ。8回だぜ、もう。 家内も佐完全に打たされとるであのアギラールがちょっと調子が良くないってことで下ろしてちょっといないを抑えにしてみようというそういう提案でございます OK まあ調子がいいっていうのもあるのでまあ多分抑えてくれるだろうなというふうに信じていないをマウンドに送りますといいですねいないは最近結構調子がよくて、まあ、ちょっと序盤はなかなか あんま調子上がらなかったんですけど、最近になって、あーっと危な,危ない危ない、そういうことを言うとね、それがフラグになるかと思ったんですけど、よかったよかった、普通のレフトフライで。なんか結構音がね、カーンって結構言うから、マジで怖いですね。さあ、ちょっともうさよならホームラン決めようぜ。まあ、とはいえ、大阪 S っていうところが厄介ですね。なかなかに打てないと。まあ、最悪引き分けでもいいんですけど、まあ、できれば勝ちたいよね。<laughs> いやそれにしてもな2兵がせっかく、ね、7回2失点のハイクリティスタートという素晴らしいピッチングをしてくれたからこそやっぱこの試合勝ちたいですね。盗、え、塁、ー、させましょう。えー、とここで盗塁させることによって、あのーまあ、終わっても玉木道子から始まるというところでそして玉木道子あ得点圏であれば全然可能性はあるとヒットでヒット1本で、うん、三振、し下ないいや見逃せばボールだったけど、まあまあ、玉木道子がフォアボールを選んだところで危ないのでピッチはいないと。そうね 10回どうしようかな誰送る痛みかな痛み行こう、うんちょっとまあ林田はなんか若干調子落ち気味だったんでああちょっと良くないあー待って先頭フォアボール良くないよしかもこんなああいかとかで大て1割8分6厘に出しちゃダメでしょう先頭フォアボールは出しちゃダメっていうことがまあ多分痛みも分かってると思うんですけどねまた安定 S なのでしっかりと そこからの立て直しに期待しましょうというところで、とりあえず今、ツアートまでこぎつけました。ランナーは釘付け。危ない危ない怖い怖い怖いガイアフライがね、ガイアフライ飛んでいくために怖いなと思っちゃうけど、抑えたんでいいでしょう。さあ、室塚が10回も投げると、高校野球かな一昔前の高校野球かなうーんあー打てない。<laughs> 打てない。球数はもうすでに112球数えてるんですが、まあ、相変わらずの、ね、省エネ投球で、 バッターにはを絞らせませんと。さあ、ちょっと <laughs>。全然点取れる気配すら感じないんだけど大丈夫かなそうそう。フォアボールでもいいんだよ、フォアボールでも。そうそうそう、これでいいそ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 れで。走るから。まあ、最悪、ギアから始まる分にはオッケー。アウトだな、これ。オッケーオッケー、ギ、OK、ア、OK OK、から始まるんだったらそれそれでオッケー。十回クドリナが調子い,いのでクドリナ行こうか。さあ。 いや、でも3、4五きついなー。頑張って。あ、エレベーターは調子を落としてるからでも大丈夫。あーっとー、エレベーターに2秒差良くないね。本塁打22本止まり。22本止まりに打たれてダメだ。えー、シワノはもうこれ全身守備するしかないですね。点取られたら終わりなんで。はい。あー、ちょっと,っとー、あ、えー、帰らない。<laughs> 今の、今の、あの今の、なんかガ,ガバガバなさ、ガバガバな守備やったら、もう帰れただろ。 ゲッツー、そっちじゃないでしょう。もう、全身守備、全身守備とはって。おい、ゲッツー取れるぐらい余裕あるんだったら、ホーム投げろよ。<laughs> なあ、<laughs> 全身守備したの、こっちは。ああ、マジか。な、な、なんか奇跡起きないいや、ショートゴロじゃダメなんだよね。ショートゴロじゃダメなんだよね。かない、頼む。かない、頼む。かない、頼む。いいよ、いいよ。 うん、そう。打てないてまあーちょっとショートゴロ連続。いいよ、いいよ、もうショートゴロは。気合い。最初はムだ。頼む。あー <laughs> 一球で終わらせるのよ <laughs>。負けたんだけど。うん、これあー、ムロツカに完全にやられたな。初回に2点だけだった。いや、2品良かったんだけどね。うーん、良かったんだけどね。ちょっと、継投がうまくいかませんでしたね。1.5ゲーム差うーん、マジで。 最近ちょっとあんま調子良くないんで、ちょっと頑張りたいと思います。それでは、お知り始めました。